こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。桜爆心王、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく桜爆心王行きました。続いて前へ行くのはウィルビーハミング、さらにはレギュラーチャイルド、13番サイデントチェスト、その後ろ。それでは先頭から先手を取ったのは桜爆心王、その外からコスモワード、その外にウィルビーハミング、その外からレギュラーチャイルド、その外にサイデントチェスト、その外からグリーンサンクス、内からはセカンドセット、その外からクリアインディア、内からはエイコーンピス、シャトーヒート、その内に続いています。内からはサマーアルビノヨ、その外からシャワーブリッジ。残りあと400m、長い直線、ここからどうか。桜爆心王先頭、差はほとんどない。あと 200m、 桜爆心王先頭だ。残り 100m、 ミスターブルックス抜けた。セカンドセット追いすがります。ミスターブルックス、ミスターブルックス1着、2着にはどうやらセカンドセット、勝ったのはミスターブルックス、見事な勝利です。こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。シェイクノーブル、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してシェイクノーブ花に立ちます。その後ろからはメジロマックイーン、この馬も上がっていく構えです。さらにはロックホッパー、10番シャインサーベル、その後ろオペラフローブ。後方からもう一度先頭から見ていきましょう。シェイクノーブ先手を取りました。1番メジロマックイーン、2番手を追走、すぐ後ろにヴィンテージクロップ、黄色の帽子シャインサーベル、その後ろ、その外にスマートスクワート、並んで11番ロックホッパートレジャーハイツ、この馬もこのグループサビーゴージャス、そのうちに続いています。並んで12番スピークシグナル、シャワージャック、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。もう一度先頭から、先手を取ったのはシェイクノーブル、2番手に1番メジロマックイーン、ヴィンテージクロップ、それに続いています。その隣にシャインサーベル、すぐ後ろにスマートスクワート、さらにはサミーゴージャス、その外にトレジャーハイツ、並んで12番スピークシグナル、フラッシュフット、この馬もこのグループ。その外からロックホッパー、その外にシャワージャック、その外からヘブンリーアンデルス、内からはリトルチャンス、その外からシェイクブラッド、内からはオペラフローブ、最後方にパーシャンアイランド。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度10番シャインサーベル、一気に先頭に立ちました。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ10馬身、出止めのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。シャインサーベル先手を取りました。1番メジロマックイーン、2番手を追走しています。少し間が空いてヴィンテージクロック、並んで15番スマートスクワート、フラッシュフット、この馬もこのグループ。その外からトレジャーハイツ、並んで3番リトルチャンス、パーシャンアイランド、この馬もこのグループ。すぐ後ろにスピークシグナル、その外からヘブンリーアンデルス、黄色の帽子サミーゴージャス、その後ろ。さあ先頭はまだ10番シャインサーベル、まだ粘っています。トレジャーハイツほとんど差がありません。メジロマックイーン E1、鞍上のゴーサインに応えるか。シャインサーベル先頭、トレジャーハイツ
先頭2番手はトレジャーハイツ、トレジャーハイツいっぱいになった。残り 200m ヴィンテージクロップ余力は十分、さらに引き離していく。2番手はフラッシュフット完璧です。圧倒的な強さを見せましたヴィンテージクロップ。1着、2着はフラッシュフット、勝ったのはヴィンテージクロップ。見事な勝利です。